フォームローラーを正しく使用するために科学の力が必要である。皆さんこんにちは、論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は2023年最新知見、科学が決めた最強のフォームローラーということで、フォームローラーを使用した筋疲労改善、筋発揮率を向上させる科学について深掘りをしていきます。現役理学療法士の観点から経験則に基づいた話もしていきますので、自宅で筋膜リリースを効果的に実践し最大の効果を発揮したいっていう方はぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。ではまずはじめに、筋膜リリースが筋肉に与える影響です。そもそも筋膜リリースとは何なのかと言いますと、図を見ていただくとわかるように、筋繊維の束には大きく3つの膜がありまして、筋内膜、筋周膜、筋外膜の3つがあります。一般的に言われている筋膜リリースというのは、この一番外側の筋外膜の動きを出しやすくするアプローチのことを言います。筋膜の機能には筋肉を摩擦から保護する作用や、筋収縮時の力の伝達の補助という重要な役割がありまして、血管や神経、リンパ管を支える作用も有していることから、筋膜リリースを行うことによって筋肉の疲労を軽減させ、筋柔軟性の向上が起こるということが一般的には言われています。なので俗に言うトレーナーの方だったり整体師の方というのは、トレーニングや治療の一環で筋膜リリースを選択する場合が多いです。ただし治療として使われている筋膜リリースというのは、都市的に行われる筋膜リリース、もしくはモアクトと呼ばれる筋膜リリース専用の機器で行われる場合が多く、整体師の方からは自宅で行うことができるフォームローラーは効果が乏しいなんていう話もよく聞きます。ただ毎回通院するのは莫大なお金、莫大な時間がかかりますので、可能であれば自宅で行いたいっていう方も数多くいらっしゃるかと思います。なのでここからは、自宅で行うことができるファームローラーという機器に着目して、ファームローラーによる筋膜リリースが筋肉、体に及ぼす影響について最新科学を用いながら解説をしていきます。フォームローラーによる筋肉への効果、まず一つ目は筋力増強効果です。2023年にグラーツ大学から、測定へフォームローラーを使用することによる下腿三頭筋の機能と構造に及ぼす遠隔効果という論文が発表されました。対象は38名のアスリートで、図にあるように足の裏にフォームローラーを使用することによって、足首の柔軟性、下腿三頭筋の最大発揮筋力はどう変化するのかの検証が行われました。この研究は直接的にふくらはぎの筋肉に刺激を与えるのではなく、自宅で簡単に行いやすい測定への刺激で下腿三頭筋はどう変化するのか、足首の柔軟性はどう変化するのかを調査した実践的かつとても有意義な研究だといいます。しかもアスリートを対象にしていますので、日々のトレーニングをしているトレーニーの方にも参考になりやすいデータかと思います。でも早速結果なんですが、実際の論文の図だとこんな感じになっていまして、効果はそこまで大きくないですが、フォームローラーを使用するアプローチを行うことによって、足首の可動域はもちろんですが、最大発揮筋力も向上したという結果でした。これは同年にグラーツ大学から発表された論文でも同様の結果が出ていまして、フォームローラーを使用した同側の下肢ではパフォーマンスが向上したという知見が出ていますので、正しくフォームローラーを使用することによって大きくではないですが、筋力が向上し、パフォーマンスがそれに伴って改善するというわけです。またフォームローラーを使用することによる筋肉への効果として、筋肉の柔軟性向上効果というのも挙げられます。2022年にグラーツ大学から発表された最新のメタ分析によれば、筋膜リリースによる筋肉の柔軟性向上効果について20の研究から分析が行われ、フォームローラーを使用した筋膜リリースとストレッチングによる柔軟性向上効果はどちらも有意差はなく、どちらも同様に筋肉の柔軟性を向上させるというデータが出ています。ちなみにストレッチに関しては、30秒以上の静的ストレッチングは筋肉のパフォーマンスを低下させるというデータがありますが、フォームローラーを使用した筋膜リリースでは筋肉のパフォーマンス低下は確認されていませんので、筋肉の柔軟性という部分ではフォームローラーを使用した筋膜リリースがおすすめになります。よく筋膜リリースを行うと筋肉が壊れるんじゃないかっていう質問をいただきますが、筋外膜ではなくその下の筋内膜まで刺激を入れるためには約900キロの負荷を入れる必要がありますので、
筋膜リリースが筋肉を壊すっていうのは迷信になります。筋肉の柔軟性という部分では筋膜リリースの右に出るものはありませんので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。そしてフォームローラーを使用した筋肉への効果で最も効果が高いのが筋疲労の改善効果です。2020年にケープタウン大学からフォームローラーの効果に対するレビュー論文が発表されまして、49件の研究を分析し、フォームローラーの効果に関して結論というのが導き出されました。結果としてはフォームローラーによって筋膜の柔軟性が高まり、関節可動域の向上はもちろんのこと、筋疲労、筋肉痛の軽減に大きく貢献したという結果でした。つまり先ほどもお伝えした通り、フォームローラーを使用した筋膜リリースというのは筋肉の柔軟性が向上することはもちろんのこと、筋疲労の軽減、筋肉痛の改善に役立つというわけです。ただしこれらの効果というのはフォームローラーを正しく使用した場合に限りますので、ここからはフォームローラーの正しい選び方、そして実際に私が患者さんに処方しているフォームローラーの正しい使い方について深掘りをしていきます。論文で解決チャンネル。それではここからはフォームローラーの正しい使用方法です。まずはフォームローラーを選ぶ際の基準として大きく3つありまして、1つ目は形状です。形状に関してはできるだけ平たい、ボコボコしていないものを選ぶようにしましょう。先ほどもお伝えした通り、フォームローラーの目的というのは筋肉へのマッサージ効果ではなく、メインは脂肪の下にある筋外膜の活性性を上げることですので、デコボコした状態だと圧が集中して筋膜に到達する前に痛みが出てしまったり、筋膜をリリースする範囲が縮小されてしまいますので、凹凸があるものではなくできるだけ平たいものを選ぶようにしましょう。そして電動フォームローラーを選ぶことも重要になります。2021年の最新の研究で電動フォームローラーの効果に関して詳細に調査されていまして、電動フォームローラーとそれ以外のフォームローラーを比較したところ、最大発揮筋力、筋肉の柔軟性向上、関節可動域向上効果ともに電動フォームローラーで優位に向上したというデータが出ています。もちろん通常のフォームローラーでも筋膜リリース単体での効果は確認されていますが、電動フォームローラーでは筋肉のマッサージ効果も付与することができますので、より高い効果というのが確認されています。なのでこれからフォームローラーを買うという方や新しいフォームローラーを検討している方は電動フォームローラーを選ぶことをお勧めしています。そして電動フォームローラーを選ぶ際にとても重要なのが商品の耐久性です。どうしても通常のフォームローラーと比較し重さがありますので、電動という機能が壊れてしまうとデメリットでしかありません。適当な中国製の商品だと電気系統がいかれてしまうなんていうことが多々ありますので、商品の耐久性はとても重要です。平らな形状であること、電動であること、耐久性が高く保証がしっかりとしているという条件で最もおすすめなのは UFIT バイブレーティングローラーという商品です。日本のブランドですので180日間という長期間の保証がありますし、電動フォームローラーでも振動数が最大で3200回ととても高回数です。以前の放送でもお伝えした通り、筋肉へのアプローチを考えるのであれば2500回以上の振動が必要ですので、振動機能に関しても良質な製品であると言います。 UFIT さんは以前に関わったことがありますが、ボディケア商品やフィットネス器具、バスケットボールチームのオフィシャルサプライヤーにも選ばれているとても安心できるメーカーさんです。元プロ卓球選手の水谷選手がアンバサダーを務めていますので、商品の質としても担保されています。今回動画で紹介をさせてほしいと相談したところ、5% オフクーポンを発行していただけるっていうことですので、概要欄に商品の URL、 そしてクーポンコードを貼っておきますので、ぜひご覧ください。では最後、ここからはフォームローラーを使用する際の注意点について解説をしていきます。フォームローラーを使う際のポイントとして重要なのは強さと時間です。まず強さですが、筋膜リリースを受けたことがある方ならわかるかと思いますが、筋外膜の活性性を高めるためにはある程度の強さが必要になりますので、痛みを伴います。強さに関しては自分自身の痛みを評価基準に置いてもらって、主観的に0から10の痛みの強さで6のレベル以上で行うと筋膜を効果的に緩めることができます。0が全く痛くない、10が死ぬほど痛いという評価基準で6です。6ぐらいの痛みでなければ筋外膜へアプローチできていませんので、
6の痛みを基準に強さというのを設定してみてください。そして刺激をする時間というのも重要になります。筋膜の周囲に存在している感覚器というのは90秒間刺激をすることによって域値が上がっていき痛みの軽減に役立ちますので、一部位90秒という意識で実践してみてください。また運動直後というのは筋膜が熱を持っている状態ですので、筋トレ後すぐに行うことによって痛みが増悪する可能性がありますので、フォームローラーを行うのは筋トレ数時間後に行うようにしましょう。強さは主観的に痛み6に設定し、一部位90秒を継続して筋膜を刺激する。この条件下で行うことによってセルフで筋膜リリースを行うことができますので、ぜひ実践してみてください。正しい商品を選び、正しい方法でフォームローラーを使用する。これだけで筋力トレーニングのパフォーマンスの向上、筋肉の柔軟性、疲労感、筋肉痛が軽減しますので、ぜひ試してみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。